今日やってきたのは現役女性バンライファーが集まるイベントバンライフウーマン。これからバンライフを始めたい、一歩踏み出す勇気が欲しい、そんな人に向けて現役女性バンライファーたちがディスカッションするイベントです。ヨガのウェアを売ってるなんかメーカーさんでスポンサーさせていただけるとこないかなって探したら、フォロワーさんでどうしようかな。そうヨガパンツがさ、白がいい、白にしようと思ってて、はいはい、そうするとこっちかな。あー、そういうことね。ピンクだとね、ちょっとね、今マジックがついてるマジックマジックピッてついてる方だったらこっち。いいんじゃないですかねえ、アクティブな。これね、あの協賛していただいたんです。で、そう、まあ、あちらがマットでございます。はいはいはい、3色もうセンターにしごかれてもいいですって言うじゃないですか。なんかふわって感じ、いいですね。あ、これも違うよ。好きなことをして生きている私たち、でも好きなことをして生きていくっていうことは自分への信頼と責任があります。誰もやっていないことを自分を信じて一歩踏み出し、どんなことがあっても続けてきた。だからこうして出会えた仲間たちを見たとき感動しました。バンライフという新しい生き方はやった人にしかわからない感覚かもしれません。旅と暮らしの融合、こうあるべきという枠が外れた暮らしは人生の可能性を大きく開いてくれます。YouTube はやるんですか？やらないです。やらないです。そう。あ、そうか。あの、自分が映るのはあんまり好きじゃない？そうね。なんか他の人を撮影、小田人を撮影する方が好き。好きだね。僕ね、昨日マイク買ったの。あ、これか。これを買ったんです。ありがとうございます。いつもは仕事は何をやるんですか？あの、動画制作。動画制作。そう、動画制作。すごいね。まあね、趣味です。もともと最初趣味。だから、絶対、なんかここを手をつけて、バリエーションがあったり、服のプリントをなんか想像して描いた。ここにいなければいけないという拘束がないので、常に目の前の人や物を最優先できます。チャンスだと思ったらいつだって掴みに行ける。女性のためのワンライフシンポジウムをちょっと大規模な形で第2回目、前回よりもですねリニューアルして始めていきたいと思います。ではバンライフウーマン2023ということで、多くの方にお集まりいただき、キャンピングカーに乗りながら旅をして、キャンピングカーデザイン事務所というのを経営しております。本日は皆さんぜひ楽しんでみてください。はい、よろしくお願いします。次、梨紗子さんお願いします。は
はい、皆さん、はじめまして。バンライフジャパン、リサコとダイキという YouTube でバンライフの様子を発信しております。岡田リサコと言います。2020年の10月からバンライフを夫婦で始めたんですが、家を手放して車1台で夫婦で、生活して今3年になります。はい、で好きな時に好きな人と好きな場所で生きていきたいというところを大切にしながら、3年続けてきて、今は SNS のお仕事をしたりとかオンラインヨガを、しながら好きなように、ね、毎日生きれるようになりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。現役女性バンライファーといってもいろんなタイプがいます。みんなそれぞれ今与えられた環境の中で自分のやりたいことを叶えるために選んだ手段がバンライフだったんだろうなと思います。バンライフは決まりがないので自分らしくカスタマイズできる自由な人生を作る最高のツールです。バンライフあるある。水は自分で電気がなんか好きなだけ使えるというかさ、なんかね、気にせずにね、使ってたりするから本当に当たり前だったことに気がつけたりとか、で逆に今この旅ができてることも当たり前になってきて、乾燥ネイリコースプラスで C2 を選ぶ。食べようかな。あ、そう。とか、まあ、最近リールが多いからショート動画、その方が短くて、単価いいから、なんか時間ショートで、そんな自分の動画に。
したらあんまそこは増やしたくない、動画の動画の。僕ね、皆さんのほとんど見てないんだわ、うんうん、だから見るね。よろしくお願いします、うん、全然誰の趣味か分かんない。はい、入れてよかったね。かわいい、かわいい、かわいい、こいで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 、かわいい。ここいいとこだな。いいですよね、うん、いいとこ、本当に、まあ、ちょっと今、手段から、あの、木更津キャッツアイ鍵あるね。いいね。パシャパシャ。今ってこういうこと自分以外の人のことをすごく、ね、あの、気にして。はい、では、まあ、グッとマットに安定する自分の真ん中に行きましょう。丁寧に呼吸を繰り返していきましょう。鼻から吸って、鼻から吐きます。どこか力が入っているところ、緊張しているところに気がついたら、吐く息と一緒に余計な力をストンと緩めて。さあ、もう一度吸って、両手を開いて見上げます。吸いながら左手を伸ばして、肘少し後ろへ引き、胸を開いて見上げていきます。そして膝を倒します。体を感じ、どこに上がって、このまま右手を体の後ろに置きます。文字が書いてあったものを一回まっさらにしてあげることで新しいことが、ね、作っていけるので、なんかこのリセットする感覚、うん、大事だなと思います。すっきりしたというか、うん、なんか自分と向き合う時間って今までなんかバタバタして受け入れてなかったんで、なんか自然と涙が出そうななんか感じにもなったりとか、うんうんうん、を一つ一つ確認できてきたから、うん、これからも定期的にやろうよかった思いました。素晴らしい、風の音みたいなの聞こえて、なんか久々に聞いたなって思って、なんかびっくりする気持ちを久々に感じました。みんなパソコン頑張ってると思うので、力を入れなくてもなんかこの辺開いてるかなって自分で感じてて、うん、そう、物理的なことはすごくそれを感じたんですけど、めっちゃ綺麗やん。そう、めっちゃこれ綺麗。あ、綺麗綺麗綺麗。今日まで開けちゃうか
てもらった。すごいバナナの量。あ、そうだね。ちょっと加工されている感じがあるんですけど、これカカオの、何？見せてもらって思ったけど、うん、これが微妙にあそうそう空いてるところが。バイバイ。ありがとう。ありがとうございました。座ってなくてもいい。そうそうそう。座ってなくてもいいし、座ってればより密度がある。似てる、かわいい。届くんだね。